はい、皆さんこんにちは、はるくん。はい、本日紹介させていただくのはこちら、2001年式 BMW アルピナ B10。 これはね、貴重ですよ。これからどれだけの台数アルピナの紹介ができるか、今後の人生でね。はい、それぐらいそもそもアルピナという車種は貴重なんですけども、このかっこいいかっこいい車の詳細、これ後々お話しさせていただくとして、一つねお伝えしたいことがあるんですよ。はい、何ですか？ちょうど1年前ぐらいに、はい、クラシカ横浜で次に仕入れたい車何ですかと、今狙ってる車何ですか、そういう質問をさせていただいたので、それにお答えする形で動画を出したんですね。その時に私はもう明言しました。アルピナが欲しいと。おう。なぜなら2026年のタイミングでこのアルピナ正式に BMW に買収されます。ぬむ。アルピナという独立したカーメーカーは存在自体がなくなることが決定づけられているという事実。はい、となるとですよ、おのずとアルピナの価値は上がっていくんですよ。はい、アルピナというブランド、車自体は今後も生産され続きます。厳密には違うんだけど、メルセデスでいう AMG とかマイバッハみたいな位置づけになっていくということなんですよ。となるとアルピナがこれだけ人気を博している、熱い支持を得ている理由っていうのは、やっぱ半分ハンドメイドみたいな、この作りのこだわりなんですよね。はい、これが今後おそらく製造方法に関しては何かしらの変更が加わるだろうと、より商業主義的なね、今風な車の作りになっていくんじゃないのかなと、なんとなく言われているのが現在です。ということでこんなコメントがあったんですよ。はい、いやいや店長、そんなね明言しないでよと。アルピナ今後面白いよ、もっと貴重になっていくから今のうちに仕入れたいなって話をしたら、コメントがねすごかったんですよ。はい、店長のその一言で相場上がっちゃうじゃないですか高騰しちゃいますよ、そういうコメントに関しては私にそんな影響力はございませんと、もう全て返事させていただいたんですけども、はい、1年前にアルピナの動画を出してから現在たった1年間で爆上がり中ですよね。うわ、アルピナ高くなっちゃってます、すでに。はい、これね私の影響力とか絶対関係ないですよ、今のうちに言っときます、はい、あんな動画見てね、みんながピョーって やばいぞ、今がチャンスだってそうなるわけない、はい、これは関係なくて、あくまでアルピナがなくなることをね、もう鼻が利く人はすでにキャッチしてるんですよね。もう価値が出ないはずがないということで、でも本番というか実際に2026年なんですよ、アルピナが正式になくなるのが。はい、駆け込み需要じゃないけど、その周辺もっと大変なことになる可能性が高い。そうですね。ということで買うなら今のうちですよっていう値段なので、はい、本日紹介させていただきますね。お願いします。こちらのアルピナ B10 E3 級の BMW がベースになってるんですけども、はい、もちろんアルピナなのでエンジン排気量大きくなってます。 4600cc の V8、 時代錯誤ですね。すごいですよねパワフルですよ、自動車税も高いです。でもこの大排気量エンジンだからこそ味わえる、逆にこの排気量のチューンされたエンジンでしか味わえないアルピナの走るというものをまさに提供してくれる一台です。この間モータージャーナリストの片岡さん、カーオブザイヤー選考委員会もやってらっしゃる方ね、はい、お招きしていろいろと話を聞かせていただいたんですけども、彼は年間100台以上乗ってこられた、まあ、自動車のスペシャリスト、はい、今は電気自動車にもよく乗ってらっしゃいます。はい、そんな方が言っていたのが、今だからこそね、時代は変わって今後どんどん少なくなっていくんだから、今乗れるうちに V8 とかね、そういう大きいエンジン乗ってもらいたいですよねと。やっぱ経験しないともったいない、今乗れるんだよだって、って今のうち乗らないでどうするのもったいないよっていうような、ね、ニュアンスのことをおっしゃってましたけども、ええ、まさにこういうことですよね。そういうことですね。今乗れるんですよ、はい、逆に言ったら30年後乗れないと思うんです、うん、まあ、アルピナ自体姿を消す個体がほとんどでしょうし、はい、無事に生き残ってる個体、今でもこんなに価格ね上がってるのに30年後なんてもう想像すら及びません、はい、乗れるんです今アルピナに。せっかくなのでもう音から聞いていただきましょう。はい、アルピナでチューニングされた大排気量のエンジン、また音がいいんですよね。はい、はい、エンジンかけますよ。はい、ちょっと踏みますね。これだけで所有する価値がありますよ。やばいっすね。でアルピナのすごいところは
ただチューニングしました、パワーアップしました、ボーアップしましたっていうことではないんですよね、はい、パワーを求めるだけなら他のチューニングメーカーでもできます。ボーアップしちゃえばいいんだから。アルピナのすごいところは全体のプロデュースというかな、まあ、一つの車作り上げてますんで、ベースが BM とはいえアルピナのオリジナル部品ばかりなんですよ、はい、彼らはあくまでメーカーです。アルピナとしての部品を作り続けてます。しかも半分手作業でね、という。うわすごい。このシートもステアリングも足回りのパーツも、で結果何が起こるかというと、ただ単純に速くて強い車が出来上がりましたっていうだけじゃなくて、なぜここまで上質さが出せるんだという一つの作品が完成するわけですよね、うん、快適性、上質さ、見たら分かるし乗ったらもっと分かるというね。足回りなんかやっぱりすごいですよ。ちょっとした段差の上を走る時に楽しみになりますもんね。すごい。あそこはどんな感じで行くんだって言ったら、はい今吸収しましたね。でそれも魔法の絨毯なんてよく表現されるんですけど、ええ、それだけ聞くとちょっとふわふわしてる足回りなのかなというイメージありますよね、はい、そういう極端なことはさせないのがまたアルピナの憎いところなんですよね、ふわふわにさせるのはもしかしたら簡単かもしれない。ただあくまでスポーティーさ、走ってる楽しみは演出してくれるんですよ。消しすぎない、浮遊感を出しすぎないというかな、はい、それでいてショックは確かに吸収してる、乗り心地は間違いなくいいものになってる。この扁平タイヤで、これか、これだけスポーティーな扁平タイヤでありながら乗っていての上質さ、見事でもう笑ってしまう時ありますでなぜここまでアルピナが評価されるのか、これだけ値段が上がってしまうのか、我々にとっても値段上がってほしくないんですよ。仕入れ価格も高くなるし、はい、これだけいい車なんだからもっとね多くの人に手軽に乗ってもらいたいという気持ちはありますが、残念ながらアルピナは上がります。かなり高い額ですね、はい、なぜかというとその価値にふさわしい車ですもん。古い車で貴重であれば何でもかんでも価格がドーンと上がっていくわけではありません。いくら旧車ブームとはいえ力がある、魅力がある車でないとそういう現象はやはり起きないんですよね、はい、でアルピナはどうかというとまさに価格上がるに決まってるじゃないかという作りになってます。そもそも年間に生産される台数マックスで1700台と言われてます。少なアルピナの何々モデル、これはね限定品で価値があるんだよ、何台しか生産されなかったんだよというモデルってわけではなくて、そもそもアルピナという名前がついた時点でそれはもうプレミアムモデルなんだぞと、はい、言っても差し支えないでしょう。年間1700台ですよ。確かに。でハル君、はい、このね年間1700台というところにこだわり続けたのがアルピナのかっこいいところだと思います、ええ、アルピナの歴史は BMW のノイエクラッセというモデルをチューニングしたところから始まりました、はい、めちゃめちゃ小さい会社というか会社どころかね個人が半分趣味みたいな感じで始めてしまったビジネスなんですよ、はい、当時 BMW 苦しかったです。経営危機、本当はフルサイズのセダンをねメルセデスみたいに作りたかったんだけど、なかなか経営が厳しくなってきてしまったのでコンパクトカーサイズに移行しました。それの一発目がノイエクラッセ 1500cc のコンパクトな BMW です。これがその後1600シリーズになり、後に2ドアの02シリーズになり、はい、1602、そしてあの名車2002とどんどん受け継がれていく系譜なんですけど、はい、その初代のノイエクラッセ、これはアルピナの創業者がチューニングしたんですね、はい、標準仕様ではソレックスのシングルキャブだったものをウェーバー式のツインキャブに変えて10馬力のボーアップに成功して、これがねなかなかバランスがいいぞということでそのチューニングキットが売れたと。そこからアルピナはスタートして、ついには2002の大ヒットとともにアルピナの知名度もバーコーンと上がっていったというものなんですけども、チューニングだけだったんですよ。この内装質感のこだわりを持ち始めたのはもっともっと後なんです。それをね途中で大成功を収めて、やっぱ需要あるぞと、これはいけると思うタイミングはいくらでもあったでしょう。需要があるなら大量生産してしまえばいいですよね。作れば作るだけ売れるんだから。ただそれをアルピナはねしなかった。あくまで手作業の、アルピナとはこういう車を作り続けるんだぞというこだわりを持ち続けて2020年代まで来たと、はい、これだけモータリゼーションが進んでみんな商業主義ですよ。どれだけ効率よく車を製造するか、コストを抑えてどれだけ多く販売するか、そこに躍起になってるところでアルピナだけは曲げずにブレずに1700台年間作り続けた。いや少ないですよどう考えても、はい、儲けたいならもっといろいろ方法があったはずなんだけど、それをアルピナはやらなかったからこそこういう名車を
生み続けてくれたということなんですよね。そのアルピナが2026年をもってなくなる、 BMW の一部になる、要は別の会社になるわけです。これは単なる旧車ブームに乗っかって価格が上がっちゃった残念だなっていう物事で片付けられる話ではないですよね。それはそれは貴重な車ですから、職人の半分ハンドメイドのこういう車は重宝されてしかるべきです。せっかくだからその美しい内装も見ていただきましょうか。はい、はい、ご案内いたします。どうぞ。美しいですよね。革自体は新しいテクノロジーを駆使して採寸して切り取られていたりはしますが、ステッチの部分とかね、職人さんが未だに手作業で作っている部分がかなり多くあるということです。ただ全体的にレザーを使用していますというだけではなくて、これはアルピナのレザーなんだぞというところを随所に感じさせてくれるこのパイピングですとか、ロゴもそうですよね。このステッチ一つ一つもこれも職人手作業でやったんだろうな。初度登録から20年以上が経った車にもかかわらず質感が全く落ちてないし、まだ上質なレザーの香りがね鼻に入ってきます。目線を変えるたんびに伝わるこのアルピナ感というかな、座った瞬間もその足の良さも感じますし、はい、やはりアルピナというのは恐ろしいメーカーですよ。このワクワク感や満足感、充足感みたいなものって値段をつけられないじゃないですか、はい、もし仮にですよ、これらに値段をつけることが可能になったら、この車あっという間に元が取れちゃうと思います、うん、乗るたんびに感じさせてくれますからね。後部座席ですら見える景色が一味違いますよ。レザー、ウッドパネル、フロアマットすら秀麗な中で、やっぱこのステアリングですよね。アルピナと見た瞬間わかるこのステアリング、ステッチももちろん職人の手作業で縫われています。これちょっと乗っただけでも相当満足感ありますね、はい、お金を払いたいよ俺はい、それでは気になるプライス発表させていただきましょう。はい、お願いします。こちらの2001年式アルピナ B10 4600cc、 走行距離約66,600km、 まだまだ元気に走れます。この車両の販売価格こちらです。ドン、666万円。おお、こちらは乗り出しの価格です。いわゆる、はい、車両本体価格650万円に諸費用をプラスしたいわゆる乗り出し価格というのが666万円となっております。もちろん遠方の方とか陸送費別にかかりますとか、個別でこのオーディオつけたいとか、そういう場合はもちろんここの価格変わりますけども、基本的にはこれで乗れるという認識で OK です。アルピナに関してはかなり高い確率で今後も価格が上がってしまうだろうなという予想ではいるんですけども、はい、安い今のうちに買いたいというそういう理由ではなくて、単純にね、この歴史を作ってきたアルピナという素晴らしさに触れたいというそういう気持ちでぜひご購入いただきたいですね。はい、ちょっとでもいいなと思っていただいた方はチャンネル登録をして次回以降の動画もご覧ください。それではまた必ずお会いしましょう。店長とハルくんでした。まだ何も知らない空を呼ぶ